こんにちは、速稼塾の久保です。広島参院選、前回はですね、大規模な買収が広島市内を中心に行われましたんで、本当にね、がっかりしました。私たち県民の票が盗まれ、インチキな参議院議員が生まれ、しかもそれを糸を引いていたのが法務大臣というね、ありさまでございます。自民党はね、まあこういうふうな法律を悪用して、時には破って、無視して、隠蔽して、工作してじゃないと勝てない政党でございます。で、今回ですね、西田さんという方がですね、自民党、公明党の連立で立候補されてますけども、西田さんも一体この買収の問題どこまで解き明かしてくれるのか、いまだにはっきりとした回答はございません。やっぱり西田さん自身は純粋でエネルギッシュな人でも、自民党という圧力に何も屈することができずに長いものに巻かれていくんだろうなと思うと、絶望禁じえませんね。もう今回ね、自民党、公明党、恥知らずもいいことだと思います。もう今回だけはね、ちょっとお休みして禊を取ってほしいなと思います。反面ですね、この不正を許さず、もう黙っとらへんでみたいな感じでね、広島県民皆さん立ち上がっておられます。その中で対立候補として今圧倒的有利なのが宮口晴子さんですね。この女性の立候補者、以前の河合案里さんはインチキな女性の票を使ってましたけども、今回はクリーンで、そして私たち県民の視点に近いんではないかなと思います。不正を絶対に許さない、これは説得力がありますね。でも不正をしていた政党が、いや選挙はクリーンでいかなくてはならないっていうのはね、どうも私は納得できません。特に自民党だけをね、攻撃するわけではないんですけども、あれほどまでの大混乱を起こした当事者ですからね、自民党は。まあ少なくとも恥ずかしくって、候補なんて立てられないのかなと思っていましたけども、まあ遠慮なく立ててきますね。このコロナ禍で特別定額給付金の10万円とマスク2枚で国民の貧困を見送りにし、見殺しにし、これでいいんでしょうか。そしてそのお仲間である西田さん、西田さんはお若くてエネルギッシュで、私は西田さん個人は応援したいなと思うんですけども、ただね、所属してる政党が今回悪いですよ。ズルした直後、しかもそのズルをですね、まだ何ともしてないところですからね、ごまかしごまかし、隠蔽し、隠匿し、そしてもしかしたら西田さん、あなたの誠実さはもしかしたら例の財務省の赤木さんに重なるところがあって、本当に私ね、恐ろしいなと思います。本当にね、不正をして命が守られるんだったら守ってほしいというぐらいの気持ちです。もう死人はもうたくさんです。それ以上にズルしなくても勝てるような自民党になってくださいね。まあ広島のね、県議買収された人はたかだか10万か20万でどこまで金に困ってるんだ、どこまで金に意地汚いんだみたいな人ばっかりでした。ですんで、買収費用は安いのは分かりました。10万20万でしょ。でもどうせ10万20万なんだったら、まあ、そんなことしないでね、堂々と当選しましょうというところで、今回は私はね、宮口晴子さんしかいないと思います。まずは宮口さんにクリーンな政治ってものを自民党の皆さんにね、見せてあげてください。確か公明党ってのも言いましたね。公明党さん何なんですか。自民党に物言えない不正を口をつぐって知らんぷり、いやー最も姑息ですね。自民党は悪事をした張本人ですから、その贖罪を受けるのはいいとして、公明党はいやいや、うちの党はやってませんからみたいなね、二重に卑怯だったら、自民党の応援をするんではなくて、今回は自民党さん、あなたの応援できませんよ。少なくともこの事件のことをね、しっかりとはっきりとしてくださいぐらいのことは言えるんじゃないですかね。言うだけでいいですよ、別に。解明がなされなくても公明党よく言ったぐらいのね、姿を見せてほしいですけども、公明党さんは創価学会を従えてですね、みんなで知らんぷりということ、いないいないバイバイみたいな感じですよね。残念ながら公明党のお友達、公明党のつながりのある方、今回の自民党の支持はないでしょう。両親が痛まないんですか。不正はほっとけばいいんですか。国民は忘れるほどバカですか。まあバカにしてるんでしょう。絶対に入れません、私は。
宮口春子さん、よろしくお願いします。なんかね、自民党叩くだけの放送はしたくないんですよ。できればね、自民党にも入れたい、対立候補にも入れたい、どっちに入ればいいか困っちゃうみたいなね、そんな広島選挙であってほしいなと思いましたけども、今回圧倒的にダメですね。自民党公明党はいいところが、まあ、全然ないとは言いませんけども、悪すぎていいところがくすんでます。全くクリーン、そして国民目線、明けの星、中学高校と本当に身近なところから、そしてですね、シングルマザーとしてそのお忙しい中、私たち県民のためにね、一肌脱いでくださるこの宮口春子さん、いや本当にね、輝く女神様のようです。絶対に宮口春子さんに私入れます。今回入れないとね、死んでも死にきれない、まあ、この言葉はですね、応援に駆けつけてくださった小川淳也さんの言葉でもあるんですけどね。はい、じゃあ今回ね、宮口春子さんの事務所の方に私メールをしたんですけども、こういうふうな返事が来ました。これを読んで、私のね、応援の意思とさせていただきます。久保様、ご連絡誠にありがとうございます。宮口春子選挙事務所でございます。久保様のお言葉、とても心強く感じています。しかしながら、ただいま宮口が県内走り回っており、せっかくお誘いいただいたのですが、これね、 YouTube 対談を申し込んだんですよ。調整が難しい状態となっております。まあ、そうでしょうね。はい、ぜひ久保様の YouTube 上で引き続き応援いただけましたら幸いです。何卒よろしくお願いします、ということでお便りいただきました。ありがとうございます。はい、ちょっとね、私もね、対立候補を叩くのは私のスタイルではないんですよ、うん、特に西田さんには何の責任も罪もないと思います、うん、だから正々堂々と戦っていただければいいと思います。押村区は公約の中に選挙買収のことを全て白日のものにしますということが書いてあればよかったんですけどね。失った政治の信頼を取り戻すというね、キャッチフレーズ、自民党公明党は得意にしているみたいですけども、政治の信頼が失われたわけではありません。自民党公明党の信頼が失われただけです。政治はまだまだ信頼されてます。それは宮口春子さんを見れば誰でもわかるんじゃないでしょうか。それでは宮口春子さん、絶対に当選してください。よろしくお願いします。買収にノー。